階段を登るときに、ついクイックしてしまう。どうもこんにちは、クロカンズです。というわけで YouTube チャンネルを開設いたしました。このチャンネルではクロスカントリースキーの魅力をたくさんの人に知ってもらえたらいいなというふうに思っています。というわけで記念すべき第1回目の企画はクロカンあるある選手権。イエーイ。では今回クロカンあるある選手権回答していただく挑戦者の皆さんです。どうぞ。どうも、クロカン2年の橋本潤です。今日は優勝を目指して頑張りたいと思います。よろしくお願いします。潤くん神の子、カムイの子。徹底した床屋主義は1000円カット業界も目を見張るレベル。あるあるの洪水でビッグウェーブを巻き起こせ、潤。どうも、クロカン3年の成瀬慎です。後輩にも先輩にも負けません。頑張ります。ミノの苦労に慎。底なしの体力と壊れたワイパーでクロカン慎を最も騒がせる男、全国制覇に名乗りを上げろ、ヨーソロー。はじめまして、クロカン4年の直樹です。出場選手の中で一番学年上なんで、先輩の意地とプライドを守り通したいと思います。頑張ります。釧路のサイコパス直樹。富澤をがっちりロックする圧巻のサイコ野郎、頂点へ突き進め、Here we go! 2年マネージャーの石原まりなです。マネージャーもやれるぞというところを見せたいと思います。頑張ります。ザ・ベビーフェイスのアサシ、まりな。オーディエンスを盛り上げたワンパクマネージャー。絞り出せマヨネーズ、かけろバーンフライ。なりどいて。はい、今回の企画なんですけれども、2020年6月に実施しました全国のクロカン経験者の投票によるクロカンあるあるランキングのトップ15を当てていくものとなっています。投票していただいた皆様、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。トップ15以内に以外にも、惜しくも15位以内に入らなかったあるあるも選択肢の候補の中に入れております。なので候補は全部で32個。その中で15位以内を選べばポイント獲得、それ以外を選んでしまえばポイントにはなりません。ポイント配分は1位から3位が5ポイント、4位から6位が4ポイントというふうに、上位の方がポイントが高いです。そしてまあないとは思いますが、万が一最下位のあるあるを選んでしまった方はですね、それまでの獲得ポイントをすべて没収とさせていただきます。なので気をつけてください。そして最下位の方にはちょっとした罰もありますので頑張ってください。それでは早速スタートしていきましょう。じゃあマリナからいきましょう。記念すべき第1手、じゃあ4番のスキー部って夏何やってるの、ローラースキーって言ってアスファルトのコースを。いや、私めっちゃ聞かれますよ。あ、聞かれる。スキー部って夏何やってるのって。走って、走って。俺夏雑食だから。4番のあるあるは第
1位。うーえぇ、ー、えぇ、ー、嘘、スキー部って夏何やってるのはあまりにもよく聞かれる質問。実際にはローラースキーの他にも尻込み、登山、筋トレ、球技など、雪がなくてもスキー部にはやることがたくさんあります。1位、うわ、1位取りたかったな。じゃあそれでは順いきましょう。はい、じゃあ25番の階段を上るときにクイックをしてしまう。順したことある？いや、ありますよ。それではいきましょう。25番のあるあるは第4位。おー、4位。マジ。こちらはオープニングでもご紹介したあるある。ちなみにクイック走法とは主に上り坂、向かい風、スピードを上げるときに使う走法のことで、1回の押しで2歩進みます。 V1 スケーティング、カナディアンオフセットスケーティング、パドルダンススケーティングとも言うそうです。いいですよ、皆さん、いいです、分かってます、さすが黒缶経験者。じゃあ、シーン5。高い、ハードル高い。5番。お、5番。シーズンインにすねが痛くなる。黒缶筋ですよね。大体1年生がね、最初に言うんだよね。練習中に、ちょっと足が痛いんですよって言って、あ、それは黒缶筋だから大丈夫だよ。怪我でも何でもないから。いきましょう、5。5番のあるあるは第8位。よし、まあ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 はい、7番の初めてのコースに行くとワクワクする。お願いします。そういうとこ行く。いいですね。で、何やの、どういう反応、どういう反応。これでいいの。いやいや、これはもう黒缶プレイヤー、社会人、大学生含めてもう広い、うん、広い共感を得られる選択肢だなって思って。あ、まあ確かに、まあ、結局これは自分の感性ですから、ね、それでは行きましょう。7番のあるあるは第7位。おお、ありがとうございます。十分。じゃあ、はい、それでは2巡目いきます。2巡目は得点が低い人から順番にいこうと思います。でそれではいきましょう。直樹14番、よだれと鼻水はつきもの。あ、いや、もうこれはさっきも言った通り、もう社会人の方だろうが大学生の方だろうが出るもんってなったね。社会人にすごい面倒。社会人言う。いや、これは外さないでしょ。ポイントは少なくても取ってるはず。14番のあるあるは第13位。おお、まあまあいいや、いいやいいや。じゃあ続いてマリナ行きましょう。はい、27番のすんごい上り坂なのにビデオだと反射に見える。あ、マネージャーだからこそ。なるほどね。してるんですね。なんかみんなビデオ見ながらおかしいな。それでは行きましょう。27番のあるあるは第6位。おお、高いな。マジ？マリナ4ポイント獲得。おお、マネージャーうまっ。ということで現在の得点状況こちら。じゃあそれでは得点低い順からいきます。シーン5。はい、19番、ゼロ度はあったかい。本当にこれは本当にある。これはね、俺らよく言うよね、ゼロ度とかマイナス1、2度ぐらいやったらね、気持ちで上がりますよ。19番のあるあるは第2位。よし、おはやばいやばい、でかい。ゼロ度は暖かい。
マイナス10度はいつもの練習。マイナス20度は練習を行うかちょっと考える。マイナス30度ぐらいになると寒いという感覚がなくなってくる。逆に暖かいらしいです。おう、はい、これでかい。シーン5ポイント獲得、おめでとうございます。うわー、結果ありがとうございます。いや、いいですよ。攻めてますよ、ランキングあるある。いいですよ、分かってきました。でかいでかい、分かってきたね。じゃあこの調子でいきましょう。ジュン、はい、B で通勤通学してみたいと思う。あ、やべえ、それ10位。おお、最高。10位か。ではありの0ポイントです。現在の得点状況こちら。はい、ではそれでは得点低い順からいきます。直樹、はい、26番、プロテインのメーカーと味の話題で盛り上がる。あ、まあまあ、もう社会人目線は捨てて学生目線で選びました。ちょっとなんですか、あんなに大事にしたのに。まあね、大事にしてるもんもバッサリ捨てる覚悟は必要よ。上に行くには上に行く。それでは行きましょう。お、26番のあるあるは、お、はい、28。おめでとう。おめでとう。やったー、直樹さん、どうも。やったー、さよなら。はい、顔すごい、顔すごいですな、直樹さん。やっぱね、怪人視点が大事だって。直樹さん、4ポイントありましたけど、すべて没収です。最下位の人からドボンしても別に面白くもなんともない。ごともなるほど。それではいきましょう。シン、29番、レース後チンチンが痛い。これ入れたのが悪いじゃないですか。やってもね、よくわかんないんだけど、ね、本当に勝ちたいからこそ選びました。絶対入ってます、これは。それではいきましょう。29番のあるあるは第12。おお、手堅く、手堅く。というわけで2ポイント獲得です。おめでとうございます。盛り上がりの割にはちょっと低かったです。それでは続いていきましょう。マリナ、はい、じゃあ16番の練習前に今日はペース上げないからと言っておいてあげる。あるなね、社会人ミスを入れてみたんですけど。それでは行きましょう。16番のあるあるは第28。やったー、28。やったー、やったー、やったー。今回のテストは死んだわ。マジで勉強してね。てか昨日諦めて寝たし、終わったーってか、逆に始まったわ、むしろ余裕だわ。とか言っといて勉強してるやつ、クラスに一人はいましたよね。それの黒看板です。おう、やったー、前は9ポイントだったけど、やったー、あー、悲しい。あ、直樹が喜んでます、直樹が喜んでます。めちゃめちゃいい笑顔だ。めっちゃ喜んでる。すごいよ。もうゼロなの。というわけで現在の得点状況こちらです。見てください。じゃあそれでは5巡目いきます。直樹、30番、コースに枝とか落ちてたらステップ踏む。板がね、いますね、板が傷つくからね、うん、そうですね。まあなんかこれはあの社会人目線を僕取り戻したんですけど。取り戻した、はい、取り戻しまして、まあ特にこう昨シーズン雪不足で結構枝とか出てて汚いバーンでやることが多かったと思うんで、これはもう社会人の方から見ても選ばれるかなと思います。今どこに社会人目線あった。まあな。なんかありそうじゃん。それでは行きましょう。30番のあるあるは、お願いします。どう、いらねえ。28。おー、直樹連続ドボン。連続ドボン。いやあと2個ドボンあるんだ。じゃあ、シーン行こう。お、はい、そうですね、じゃあ22番、
陸上部よりも走る。あー、まあ、確かに陸上部より走ってません？まあそうではあるけど、でもこれ社会人の目線ある。思いました、社会人も忘れてる、ねね、それでは行きましょう。22番のあるあるは、はい、28。おめでとう。シンババーン、やったー、やくやん、引っ掛け、引っ掛けや、祭り祭り祭りです。5番祭り、やったー、めっちゃ使っとそれね、こっからだからちょっとビクビクせずに、うん、ね、うん、テンポよくいきましょう。それでは行きます、シーン行こう。はい、ちょっと待ってください。ビクビクすんなって言ったちょっとだよ。10番10番。おお、渋い、これはね、渋いですね、これは。クロカンやってれば、オトイネップの大会とかあったりしますからね、うん、合宿とかもありますから、これ読めるんじゃないかということで、それでは行きましょう。10番のあるあるは、第14位。おー、よし、よし、テンポ行きましょう、直樹。はい、28番。レース中はもう二度と出るもんかと思うけど、ゴール後の達成感と喜びで、結局辛さ全部忘れちゃう。8位。おめでとう。まあ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 、いいいい、ありがとうございます。現在もうあとランキングが3位だけなんですよ。こっからはドラフト形式でいきたいと思います。あ、皆さんお手元の紙にですね、まあ、ランキング入りしてると思うあるあるの番号を書いてください。まだ唯一3位が空いてないんですからね、3位を当てるんですよ。確かに3位が空いてないの、3位を上位ですよ。いや、それでは皆さん、せーので番号を見てください。せーの、ドン、マリナ12番、ジュン20番、シン20番、ナオキ23番。それでいきましょう。20番のあるあるは、第23位。おお、はいはいはい、はい、では続いてマリナのいきます。12番のあるあるは、第23位。おじゃあ23番選んだ直樹。はい、確かに。やっぱ体の表面濡れると、そんだけシンプルに雪降るより全然寒いし、凍えるんですよね、体の芯が、うん。まあ、社会人の人たちも経験はあるだろう。直樹の選んだ23番のあるあるは、はい、第28位。おめでとう。というわけで、ジュンが10点、シンが1ポイント、マリナが3ポイント、ナオキが0ポイント。この時点で、ジュンの優勝が確定しました。おめでとう。初代クロカンあるあるは、ジュン。チャンピオン、チャンピオン。クロカンズは、しっかりと再開を決めます。さんランキングに入ってると思うあるあるを書いてください。シンさんは直樹に逆転される可能性があります。あんなドボン引いてるのに。てか皆さん、3位のあるあるなんですよ。いや難しいこれ。当てれるんです。さあ、それでは皆さん一斉に番号をオープンしてください、どうぞ。あ、直樹11番、シン8番、ジュン11番、マリナ8番。おー、ありがとう。待って、怖いな。ちょっと待って、怖い。もし11番がランキング入りしてたら、シンの1人負け。で、8番がランキングしていたら、直樹の1人負けとなります。直樹さんか、俺なんですね。そうですね。なるほど。それでは、ランキング3位に入っているあるあるを発表します。本当にお願い、本当にお願い。お、黒缶あるあるランキング第3位のあるあるは、スマホがワックスまみれ、11番です。というわけで、罰ゲームは、シーン。やった、直樹おめでとう。直樹おめでとう。おめでとうございます。ありがとうございます。やありがとうございます。すごい、もうとんでもない。直樹おめでとう。
逆や。というわけで、見事な逆転負けを決めました。最下位はシンでーす。おめでとう。やったちょっと、おかしい。というわけで、最下位だったシンには、クロカへの愛が足りないということで、クロカンカを斉唱してもらいます。というわけで、この曲を聴きながら、お別れです。全国のクロスカントリープレイヤーの皆さん、さようなら、また会いましょう。会いましょう。ありがとうございました。クロカンあるある選手権、楽しんでいただけましたでしょうか。全国のクロカンスキーヤーの皆様には、あるあると共感しながらスキー場の風景を思い浮かべ、来るべきシーズンへの期待を膨らませていただけていれば何よりです。今年も冬が楽しみですね。そしてこの動画でクロスカントリースキーを知っていただいた皆様にも、この競技の楽しさや奥深さが少しでも伝わり、クロカンって楽しそうと思っていただけていれば、私たちにとってこれ以上の幸せはございません。この動画を見ていただいた皆様と、いつの日か一緒にクロカンができる日を楽しみにしています。それでは、また会う日まで。See you again!